怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でもかすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえならもういいじゃねえか。でも私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？私は大丈夫。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。人類の未来のためだ。
も頑張ろう。君か。ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人とも、これからはちゃんと気をつけてね。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。私もそう思う。みんなで助け合えたらそれが一番だよね。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話、長官に詳しく聞いてみるよ。本当？嬉しいな。あ、いけない。私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。
遅えな、エルヴィンの野郎ども待たせやがって。向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。兵長、今日はよく喋りますね。バカ言え、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろうが、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。やつは何をしてくるかわからねえからな、ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、兄レオンハート。強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では、
仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。今回の任務は難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。ここが拠点ぞ。救援要請か。飛んでしまったね。気を抜くな。まだ危機を出してないぞ。分断だ。苦戦しているのか。まずいよ。援護してくれ。捕らえた。捕らえた。命令通り。当然さ。ありがとう。エレンには助けられてばっかりだ。そんなことねえよ、アルミ。俺だってお前を頼りにしてるんだ。ここが拠点さ。拠点を立てな。行ってやろう。なんだあの巨人、危険そうだ。行くぞ。とことん追い詰めてやるんだ。やったぞ。任務成功だ。俺はやれるんだ。いや、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。
お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いやお前以上に強くなってやる。